重力とは以下の概念のいずれかを指して用いられる。重力に関する言葉は英語のグラビティの頭文字をとって G と略されることがある。例えば物理学の文献においては、慣習的に天体の表面重力を小文字の G、万有引力定数を大文字の G を用いて表す。日本語の重力はオランダ語のザワーテクラクトをザワーアートと クラクトに分けて予約されたものである。重力という表現は、宇宙論などの領域では、万有引力と同一として扱われることがある。地球上のことについて論じている場合は、地球上の物体に対して働く地球の万有引力と地球時点による遠心力との合力を指している。また、人工衛星のように、地球の時点とは、 無関係な物体の運動について論じている場合は、遠心力の成分は除いて扱うことになる。地球上で質量が1キログラムの物体に作用する重力の強さは約 9.8n でほぼ一定である。だが、精密に調べてみると、重力の度合いは地球上の場所により、あるいは時間によっても変化している。加速度の単位は国際単位系においては、 メートル毎秒毎秒であるが、日本の計量法は特殊の計量である、重力加速度または地震にかかる振動加速度の計量に限定して、CGS 単位計における加速度の単位である、ガルおよび10から3のミリガルの使用を認めている。1ギャルイコール秒速0.01メートルにイコール0.01、n イコール 1c メートル毎秒毎秒である。重力や重さに関する議論は、 古代ギリシャ初期の段階から行われていた形跡があるという。影響力の大きかった人物はアリストテレスである。彼は自然学を表し、物の運動等についても体系的に論じた。彼の宇宙観では、天界と地上は全く別世界であり、天体はエーテルでできていて、地上の物体は四大元素でできているとみなした。そして、重さと軽さというのは、 地上界にある物体に特有の一体の内在的な性質だとみなした。古代イギリシャではコスモスの中心に地球があると考えられていたのでアリストテレスもそう考えていた。アリストテレスにとって物の,の落下するということはコスモスの中心へ接近することであり、上昇するということはコスモスの中心から離れていくことを意味した。加減素を含むものが軽さを内在しており、 地中から離れてんへと向かいたがり、石などには土元素が含まれており、土元素はコスモスの中心に帰りたがる性質を持っているのだ、とした。その土元素をより多く含んでいるものが、より大きな重さを内在している、とした。またその速さについては、土元素を多く含むものが早く落ちるとした。ペトルス・アピアノスのコスモグロフェアに描かれた中世のコスモス像。 アリストテレスの宇宙間の延長上にあるヨーロッパ中世の人々は以下のように考えていたチリスや鳥などの生き物がそれぞれスワナヤスという本来の位置を持っていて一時的に理由があってそこを離れることがあっても結局本来の位置に帰るように物もそれぞれの性質に応じて本来の位置を持っている例えば小石はその本来の位置を地に持っている炎は その本来の位置を天井に持っている。例えば、小石を空中に投げれば、小石は本来の位置から離されることになり、小石は一旦は抵抗を示しながら上に上がるが、結局はできるだけ速やかにその本来の位置である地に戻ってこようとする。16世紀にヨーロッパでニコラウス・コペルニクスによって太陽中心説が唱えられると、 もしこれを受け入れた場合、アリストテレス的な重さ、軽さの概念は根底から考え直さざるを得ないということになった。コペルニクスは重力というのは各天体の部分部分が休憩になりたがり一体化しようとする自然的な欲求だとした。一方、軽さというのは重さの少ない物体が持つグルーユー的性質だとされた。フランスのデカルトは 著書,書において、可動説を展開し重力を説明した。世界にはエーテルが満ちており、ちょうど渦に木切れが吸い寄せられるように、エーテルに渦が起きるとその渦の中心に物体は引き寄せられる、こうして物体は地球に引き寄せられる、と説明した。ドイツのケヘプラーは、重力というのは似た者同士が引き合う力であり、この引力は、潮の満ち引きという現象から推察するに、 地球と月との間にも作用しているとみなした。ガリレオ・ガリレイは重さと落下の速さとは無関係であることを実験で見出した。オランダのホイヘンスは1669年から1690年にかけてデカルトの可動説を検討し精密化した。ライプニッツも可動説の流れを組んだ理解をしていた。アイザック・ニュートンは天体の運動も 地上の物体の運動も一つの原理で説明できるとする説を自然哲学の数学的諸原理で発表した。天界と地上の区別が取り払われており、宇宙全域の物体の運動を同一の原理で説明しており、地上のグラビティというのも万有引力の一つの現れとされている。またホイヘンスは遠心力の公式を発見した。地球の時点は、 すでに明らかになっていたので、重力は万有引力そのものではなく、万有引力と地球の時点による遠心力との合力だということになった。エルンスト・マッハは、完成力は宇宙の全質量の作用として考えなければならないとした。例えば、回転するバケツの水面をへこませる、完成力についてマッハは、完成力はバケツが、 絶対空間に対して回ったから発生したのではなく、宇宙の物質が回転するバケツに、ある作用を及ぼした結果、発生したと考え、バケツが回ることと、バケツを止めて、宇宙をバケツの周りに逆回転させることは同等であるとした。マッハの原理は、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論により、体系化された。一般相対性理論によれば、万有引力も、 完成の力も等価であり、共に時空の歪みによる測地線の変化である。ただ、万有引力と完成の力とでは歪みの原因が異なるに過ぎない。アインシュタイン方程式からは時空の歪みの源は質量ではなくエネルギーと運動量からなるエネルギー、運動量テンソルで決まることがわかる。つまり質量だけでなく運動量も時空を歪め重力を生む。 質量は引力を生むのに対し、運動量が生む重力は、引力でも、積力でもない完成形の引きずりという形をとる。完成形の引きずりは自転する、ブラックホールであるか、ブラックホールで顕著である。素粒子物理学では、一般相対性理論での重力を量子化し、量子重力理論にしようとする試みや、重力は自然界に働く4つの力の他の力である。 電磁気力、弱い力、強い力との統合が試みられている。概説で述べたように、同じ地球上でも場所によって、重力の大きさは異なり、向きも異なる。地表面に存在する物体に働く地球の重力は、地球を構成する無数の質点がそれぞれ物体を引く、微小な力の合力に、さらに時点による遠心力を構成したものである。ところが、 地表面のある地点から見た時の地球表面及び地球内部の物質分布は必ずしも同一ではなく場所によって少しずつ異なる。これに加えて地球は完全な球体ではなく遠心力の大きさも井戸により異なる。従って蒸気のような力の合成の結果として生ずる重力の大きさや向きは当然ながら場所によって異なる。まとめると 重力に影響を与える要因として、主に次の5点が挙げられる。高度が増加すると緩やかに重力値が減少していくわけであるが、その減少の度合いというのは、地表付近では1メートルあたり0.3086曲げる程度である。ただしこれも場所により1割程度の変動はある。2番目の地形の影響というのは、険しい巨大な山岳などのふもとでは、山が、 上向きの引力を及ぼしていることなどを意味しており、山岳地帯では、こうした影響は数十マゲルに達する。5番目の地球の内部構造に近する重力値の課題や過小を重力以上という。単に重力加速度といった場合は、地球表面の重力加速度を意味することが多い。重力加速度の大きさは、緯度や標高、さらに厳密に言えば、場所によって異なる。 ジオイド上の重力加速度は、赤道上では秒速9.7799メートルにと最も小さくなり、北極、南極の極地では秒速9.83メートルにと最も大きくなる。赤道と極地との差の主な理由は、時点による遠心力であるが、時点以外にも、近くの岩盤の厚さ、種類、地球中心からの距離などによる影響も若干受ける。このため、 重力を精密に測定し、標準的な重力と比較することで近くの構造を推定することができる。測定手法には、絶対重力測定と相対重力測定があり、日本では国土地理院が日本重力基準網として基準重力点を設定している。国際土量公会議では定数として使える標準重力加速度の値を g コール秒速9.80665メートルにと定義している。前説で述べたように、重力は地球を構成する質点が物体を引く力の合力であるから、仮に地球が完全な球体であって、内部の物質分布も地球の中心に対して対象であれば、地球の中心では全方向から同じ大きさの力で外側に向かって引かれる状態になるので、 全ての力が互いに打ち消し合って重力は例になる。地球における重力のイメージ前述のように地球上での物体の運動を扱う場合は他の質量から受ける万有引力と地球時点による遠心力との合力を重力ということがある。地球の時点とともに動く回転座標形で物体の運動を記述するならば 物体は地軸に対して垂直に下記の遠心力を受けると考えることができる。引力は地球が玉対象ではないためゲーム一にではないが、ほぼ地球の中心方向に向かう。それに対し重力は遠心力が加わるため、地球の中心方向からやや赤道よりにずれ、大きさはやや小さくなる。一方、天文学や宇宙開発では、 宇宙空間のことは適当な完成座標形で考えることが多い。この場合、慣性力は存在せず、重力という言葉を万有引力と同じ意味で使うことになる。例えば人工衛星の運動を完成座標形で説明すると、重力が行進力となって回転運動をしているとなる。同じ状況を人工衛星とともに動く座標形で考えれば、 引力と遠心力が釣り合っており、その合力はほぼゼロとなる。これを無重力状態、または無重量状態ということがある。これを無重力というのは、一般相対性理論の等価原理に似た考え方とも言える。ニュートン力学において、重力は質量に比例する力なので、その比例定数は加速度の次元を持つ。これが重力加速度である。 重力以外の力がないときは、あらゆる物体は、質量その他の属性に関わらず、重力により重力加速度に等しい加速度を受ける。一般相対性理論は、このことと関係した等価原理を基礎としている。一般相対性理論の立場からは、重力場は、時空の歪みそのものである。より正確に表現すれば、重力場が四次元空多様体の曲率によって、 表されるということになる。地球での重力加速度を1とした場合の太陽系内の各天体表面での重力加速度の大きさは以下の通り。中、気体が大部分を占める木星型惑星については大気の最上層部を表面とした遠心力や加速を利用して人工重力が作られる。長時間無重力状態にいると骨の中のカルシウムが 減るので惑星間飛行や長期間の宇宙空間への滞在時には使用が想定される。ありがとうございます。